大久保勝信は、和歌山県日高郡日高町出身の、元プロ野球選手、宇藤右内。和歌山県立日高高等学校から、立命館大学へ進む。高校時代は一年下に、橋本康志優がいた。二年春には、兄弟戦で当時リーグ大記録の18奪三振。大学選手権では準々決勝に先発したが、敗戦。三年時に肘を手術した。 リーグ通算42試合に登板し、22勝7敗、防御率1.85。卒業後は、社会人野球の松下電器に入社。1999年の第70回都市対抗野球大会でベスト8に進出。2000年は第71回都市対抗野球大会に2年連続で出場し、第27回社会人野球日本選手権大会では、 チームの初優勝を経験した、同年秋のドラフト会議でオリックスから2位指名を受け入団。担当スカウトは、松下電機の先輩の山口隆2001年はリリーフとして、即戦力になり、シーズン途中からは、ぐ、打つ明に代わって、抑えを任された。9月26日の対大阪近鉄バファローズ戦で、北川博都氏に、代打逆転サヨナラ満塁釣り戦なし、 優勝決定本塁打を打たれるまでは防御率1点台であり、7勝14セーブ、防御率2.68の成績で新人王を獲得。2002年は1勝10セーブを挙げたが、スポーツヘルニアで戦線離脱。2003年は右肘を手術し、1軍登板はなかった。2004年は前年手術した右肘のリハビリが続き、シーズン終了直前に1軍で復帰登板。 同年オフの球団合併に伴う選手軍配ドラフトを経てオリックスバファローズと契約。2005年はシーズン当初おえを任された山口和夫が開幕から不調のためシーズン途中に一軍昇格しておえを務め菊池原武志、加藤大輔らと共にこと称され安定したリリーフ陣を形成した。同年は11球団全てからセーブを挙げ22。 西武で、西武成功率100%、防御率1.60、基本類な一本の成績を残した。2006年は、前年同様に抑えを任されたが、防御率4点台と不調で、シーズン途中に肩痛で、戦線離脱した。2007年は故障で出遅れたが5月に復帰し、9月中旬まで、セットアッパーとして、防御率1点台を維持した。 シーズン終盤に打ち込まれて、防御率3点台になったが、6年ぶりに40試合以上に、登板した。2008年は、春季キャンプで、アキレス腱を断裂し、8月16日の対、西部戦で3点リードした9回裏に、シーズン初登板。しかし、ヒラム・ボカチカに、同点3ランホンリーダーを打たれ、チームも、延長10回裏に、 平尾博次のサヨナラ本塁打により敗れた。シーズン成績は3試合に登板して、防御率13.50。2009年は2年ぶりの40試合以上登板となる47試合に登板。防御率3.07、非本塁打2本と不調にあえぐ投手が多い、チームにおいてリリーフの中心となった。2010年は、 古傷の右ヒーちの状態が悪くわずか5試合の当番にとどまり10月2日に思い描くような投球ができなくなったと引退を表明した10月12日に任意引退選手公示された球団職員としてオリックスに残り球団形態公式サイトにおいて大久保スバーというブログを連載を担当している2015年の大阪クラシックの スターティングラインナップ紹介前のミニドラマでは、酒場で北川と水口英二が上日の優勝決定ホームランを語っている際にその片隅で小さくなって飲んでいる大久保が映り、映像の最後でも当時のオリックスのユニフォームを着て登場している。ありがとうございます。